皆さんこんにちは。ジャニーズのトップアイドルだったスマップのメンバーとして活躍した草薙剛さん。襲った難病の正体や暴露された妻の正体に一同驚愕。今日は草薙剛さんのことについて紹介します。まずは草薙剛さんの経歴とプロフィールから紹介します。草薙剛は日本の俳優、歌手、タレント、男性アイドルグループスマップの元メンバー、愛称はつよぽん。ジャニーズ事務所所属の人気グループスマップの元メンバー。91年のデビュー以来アイドルグループとして活躍。世界に一つだけの花、夜空の向こうなどのヒット曲やスマップ×スマップといったテレビ番組で国民的な人気を獲得する。個人の活動は俳優としてテレビドラマいい人、僕の生きる道、僕と彼女と彼女の生きる道や映画よみがえり、日本沈没、僕と妻の1778の物語などに主演、笑っていいとも、やプッツ妻などのバラエティ番組でも活躍している。バラエティ番組チョナンカンをきっかけに韓国でも活動を始めた。チョナンカンは草薙剛の韓国語読みで、韓国内での芸名堂番組の企画で制作された映画ホテルヴィーナスでも流暢な韓国語を披露した。こうした経緯から芸能界随一の韓国通として知られるようになり、来日した韓国のノムヒョン、イミュンバク大統領とテレビ番組で対面も果たしている。スマップ草薙剛容疑者が2009年23日、公然わいせつの疑いで警視庁赤坂署に現行犯逮捕された。赤坂署によると、草薙容疑者はこの日午前3時ごろ、東京都港区の東京ミッドタウンに隣接する公園で、酒に酔って全裸になって騒いでいた。駆けつけた署員に、裸だったら何が悪いと話して暴れたため、全裸のまま保護シートにくるまれパトカーで連行された。所属するジャニーズ事務所は当面の活動自粛を決めた。国民的アイドルスマップメンバーの逮捕は各方面や海外にも衝撃を広げた。赤坂署によると、23日午前2時55分、港区赤坂の檜町公園近隣の男性住民から、公園内で酔っ払いが騒いでいる、と110番通報があった。近くの交番の署員3人が駆けつけると、草薙容疑者が芝生の上に全裸であぐらをかいて座り、意味不明のことを大声で叫んでいた。仲間の姿は見当たらず一人だった。職務質問に対し立ち上がり、裸だったら何が悪いなどと答えた。騒ぐな、事情を聞くぞと呼びかけると手足をバタつかせて抵抗した。同署は同日午前3時2分、公然わいせつの疑いで草薙容疑者を現行犯逮捕した。抵抗を続けたため保護用のグレーのシートで胴体をくるまれ、3人がかりで十数メートル離れたパトカーに運ばれ、そのまま赤坂署に連行された。近隣住民によると、全裸のまま大声で歌い踊っているように見えたという。別の住民は、ベンチに座り、わー、ギャー、こらーっとかバーかと叫んでいた。逮捕を目撃した住民によると、押し問答になった草薙容疑者が、慎吾、と、スマップメンバー香取慎吾と思われる名前を叫んでいたという。同署によると、逮捕時は泥酔状態だった。着ていたとみられるジーンズとジージャンや長袖 T シャツ、下着、靴下や財布、携帯電話が入ったカバンや靴などは十数メートル離れた芝生の上にまとめて置かれていた。付近で酒を飲んだ形跡はなかった。裸のまま赤坂署に着いた草薙容疑者は衣服を着させられ取り調べ室に入った。座っていることができず時折うつ伏せになるなど、当初はまともな調べができない状態だった。逮捕から約5時間後の検査で、酒気帯び運転の基準の約5倍に当たる呼気1リットル中、0.8mg のアルコールが検出された。調べに対し、全裸になったことは間違いありません、と容疑を認め、なぜ公園に入り、なぜ裸になったのか覚えていません、と話した。体調が落ち着くと、反省しています。申し訳ございませんでした。と謝罪の言葉を口にしたという。また尿検査の結果、薬物反応はなかった。調べによると、草薙容疑者は22日午後8時頃から
赤坂にある飲食店2軒で知人男性と知人女性らとビールや焼酎を飲んだ。23日午前1時過ぎにこの店を後にしたが、知人女性と別の店に入って再び酒を飲んだ。同日午前2時頃までに店を出て公園まで歩き、女性とは公園入り口で別れた。女性は草薙容疑者について酔っていたと話している。狩猟などは不明だ。関係者によると草薙容疑者はこの日はオフだった。また接見した所属事務所の担当弁護士によると一人で飲食していたという。草薙容疑者は23日午後1時過ぎ、青い長袖 T シャツ姿でボサボサの髪型、うつろな表情、うつむいた姿勢でワゴン車に乗り込み、留置施設のない赤坂署から原宿署に移送された。赤坂署は同日午後4時過ぎ、全裸で暴れる常習性などを裏付けるものがあるか調べるため、公園すぐ近くにある草薙容疑者の自宅マンションを家宅捜索したが、押収品はなかった。草薙容疑者は24日、身柄を送検される。稲垣吾郎、草薙剛、香取慎吾の新しい地図の地上波各局の番組への出演が次々と実現する中、ファンの間ではスマップ再結成を期待する声も高まっている。だがその一方で残り2人のメンバーの不仲説が再燃する出来事が最近あったという。ここに来て新しい地図の本格的な地上波復帰が実現し、記号木村派とされるお笑い界の大物明石家さんまが香取や草薙と番組共演を果たすなど、元スマップのメンバーたちを取り巻く緊張関係に雪解けムードが漂い始めている。今年1月から草薙さん主演の連続ドラマ罠の戦争もスタートしましたし、今後ますます新しい地図の活躍がテレビで見られるようになるでしょう。こうした背景もあり、一部でスマップ再結成への期待も高まっているが、3人の動向以上に障壁となりそうなのが5人の中の年長コンビ中居正広と木村拓哉の関係だ。2人について分かねて不仲説が取り沙汰され、スマップ解散の要因の一つにも挙げられているが、最近になってその深刻さが改めて浮き彫りになったという。木村は織田信長を演じ、女優綾瀬はるかとの共演でも話題の主演映画ジレイジェンド&バタフライのプロモーションの一環として先月末から今月にかけて数多くの番組に出演。先月30日放送のしゃべくり007の2時間特番に登場した際には、高校時代のクラスメートや担任の先生とともに青春時代の思い出話に花を咲かせるシーンもあったが、実は木村さんは中居さんとも高校時代に同級生でクラスメートだったんです。でも木村さん本人の口からも、クラスメートや担任の先生からも中居さんに関する話題はもちろん、その名前すら一切出ませんでした。万が一本当は話していたけどカットされたという可能性もあります。とはいえ、ファンの間で2人の不仲説が再びクローズアップされたんですよ。そんな中、ネット上では番組サイドが木村が所属するジャニーズ事務所サイドに配慮して中居の話題を NG にしたのではと指摘する声も見られる。しかし別の芸能事務所のマネジャーはこうした見方をこう否定する。2020年3月に事務所を退所し、現在は個人事務所で芸能活動をしている中居さんですが、今もジャニーズタレントと共演しているように、そもそもが円満独立で古巣との関係性は悪くないですからね。中居さん絡みでテレビ局がジャニーズ事務所に何か配慮するなんてことはまずありえません。草薙剛さんはご存知の通り、ジャニーズのトップアイドルだったスマップのメンバーとして活躍し、解散後は香取慎吾さんや稲垣吾郎さんと共に新しい地図として俳優業、YouTube、タレントとして活躍されています。そんな草薙剛さんは2020年に一般人女性とご結婚されました。そこで草薙剛さんの嫁はどんな方なのか、子供がいるかなど気になる方もいらっしゃるはずですよね。草薙剛さんと結婚した嫁がどんな方なのか気になりますよね。残念ながらお相手の方は一般人のため、名前、顔写真など個人情報は公開されていませんでした。ですが、
草なぎ剛さんの嫁がどんな見た目なのか、週刊誌の報道が出た情報をもとにまとめてみました。30代女性、ストレートロングヘア、色白、グラマラスな体型、身長は160cm 中盤、美人だそうです。週刊ニュースポスト7による顔画像ではモザイクされていますが、同性の私から見てもスタイルがとても良くて魅力的な女性なのがわかります。そして草なぎ剛さんの嫁は日本を代表する大手企業グループに勤めていて、語学も堪能だそうです。日本を代表する大手企業というのはトヨタ、ホンダ、ソニー、キャノン、任天堂、電通などが挙げられます。美人でスタイルも良く、語学も堪能で大手企業に勤めているだなんて、点は二物以上を与えてますよね。二人の慣れ始めについては、草なぎ剛さんが偶然居合わせたエレベーターで嫁に声をかけたんだそうです。いわゆる、ナンパというやつですね。草なぎ剛さんがテレビに出ている感じだと、温厚で誠実そうなイメージだったので、ナンパするなんて意外でした。そして焼き鳥屋など食事に行くデートを重ねていくうちに、徐々に距離が縮まり恋愛関係に発展していったそうです。その頃、草なぎ剛さんがスマップ解散騒動で悩んでいた時には、そばで支えてくれたそうです。辛い時期にプライベートで寄り添って支えてもらっていたことも、結婚を決断するポイントなんではないでしょうか。さらに、2019年には都内に総額20億円の豪邸を建築したと報道されていました。結婚準備のために引っ越したと言われています。草なぎ剛さんの交際の決め手は、愛犬くるみちゃんと仲良くできるかどうかなのか、相性を見てからなんだとか。二人が入籍した日は12月30日ということで、愛犬くるみちゃんの誕生日と同じらしいですよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。